にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県をドライブしております。そして向かう先はですね、牛久大仏です。牛久大仏って皆さんご存知ですか？私は何度か行ったことあるんですけれども、まだ動画としては収めたことがなかったので、久しぶりに行ってみたいなという気持ちもありまして、本日向かっております。世界一の銅像の立っている銅像の中では世界一の大きさだったっけな。もう本当でかいんですよ。本当にでかい。これ実際に行ってみないとわからないぐらいの衝撃なでかさなんで、おすすめです。ぜひ皆様行ってみてください。というわけでですね、あと20分くらいドライブをしたら着きますので、ドライブ楽しみます。田舎景色最高ですね。デイ。本当は暖かくなってきたのでキャンプに行くつもりだったんですよ、今日は明日で。ただなぜかもう梅雨みたいな天気が続きまして、雨が降るっていうこともありましたので諦めたんですけれども、実際当日になってみたら雨が降らない、そして天気が意外にいいっていうことになってしまいまして、残念ながら今回はキャンプは諦めます。田舎道ドライブ楽しいな。なんでドライブってこんな楽しい、楽しいっていう表現が合ってるのか分かんないですけど、いいよな、ずっと運転できる。見えますか、見えますか、あのデカさ。この距離でも見える、見えるかな。このカメラ越しだとちっちゃいでしょうけど、着きます。でーけーでーけー。駐車場着きました。思いのほか混んでます。平日ですが、若い方から年配の方まで幅広く愛されておりますね。では中入ります。いいわー、このお土産屋さんが立ち並んでる通り、いいですねー。入りましたよ。早速入りまして、こうアミューズメントパークに来たような雰囲気はありますね。入ってすぐに大仏様が見えます。でかいとしか言葉が出てこない。いいですね、この閑散とした休憩スペース。1000分の1のスケールのお顔があります。そしてその上に集合体注意。おお、頭のイボイボですね、はい、ペタ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 。そして門を抜けますと、そびえ立っておりますね。公園としてもすごくのどかで落ち着きますよ。ゆっくりできる。お花これ買えるんですね。10本で200円って安くない？これこれですよ、このこのお花たち、すごい。いいわ、そういうのいいですね。今は鳴らせないみたいですね。この鐘鳴らすことができたんですけどね、しょうがないですね。
それでは今からですね、こちらの体内に入ろうと思います。景色が見れるんですよ、上から。なんか撮影できるのかな。どうですか、このデカさ。これで伝わりますか。ちょうど人が歩いてますからね。こっから見上げて、うわーすごい迫力。うわー、それでは鯉がいますので、鯉に餌をあげてみます。じゃあママあげちゃうね。あーいいですね、いいですね。そしてカラスが来てますね。あらららら、もう半分体出てますからね、鯉の。あっさいあっさい。お、もく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 、争いが。かわいすぎ。あーやばい。だいぶ寄り道をしてしまいました。そしてズボンと靴がびっちょびちょですね。では中に入りますか。入れました。すごいぞこの雰囲気、聖なる雰囲気。うわー、親指があった。実物大だそうですよ。でかい。ってくるんで、外気温が上がるとどうしても遠くの方ってもやってくるんですね、うん、ですから富士山スカイツリー、なかなかこの時期。大仏の胸部分でございます。ここからは景色が見えます。この部屋は地上85m、 大仏様の胸の見たら胸に流れながら、この隙間から神聖な、すごく神聖な空気でした。神聖な空気の後はなんとこちらですね、ふれあい動物園があるんですよ。動物たちと触れ合えるスペースがありますので、そちらに向かって、最後癒されて帰ります。平日でもお猿さんのステージがやってるっていうことで、すごいな、コスパいいな、かなりここ。あれ、前ここにね、モルモットとかウサギが放し飼いされていた気がするんだけども、変わったのかな、位置が。あえてここに置いてある休憩スペースで自販機でジュースを買って飲むという行動、どうですか、風情感じますか。私は感じ、あー、そういうことでしたか。現在は毎週日曜日しかやってないみたいですね。あららら、この先にいろいろな動物がいて、そこで餌をあげられた記憶があるんですけどね。入れないわ、いないし動物全く。
こういうところにあるレストランでご飯食べてみたいですよね。ほんといいだろうな、うまいだろうな。動物園を出まして、大仏の背中でございます。そして見えますか、この穴、先ほどまでいた展望スペースですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。牛久大仏、これ800円なんですよ、入場料。体内巡りと、あとは公園内というかこの園内と、あとふれあい動物園、安いですよね。これだけ楽しめて1時間2時間ぐらい入れちゃいますよ。すごくね、落ち着くいい場所なんですよ。なのでぜひ茨城県に来た際は行くべき観光スポットなのかなと私は強く感じました。というわけでこの後は近くにですね、さらにアウトレットがあるんですよ。アミのアウトレットがありますんで、そちらに寄って帰ります。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。